イージスシステム搭載艦の建造開始が2024年との情報をキャッチしました。今回はこのイージスシステム搭載艦を詳しく見ていきますね。2隻建造予定のイージスシステム搭載艦ですが、護衛艦で最大級のイスモに匹敵するかもです。ギリギリかな。2023年度の防衛予算の概算要求に合わせて、大まかな仕様ではあるが、寸法等が伝えられたイージスシステム搭載艦ではあるが、そのあまりにも、従来の護衛艦と比しての重応比や、大きさそのものについてが、議論の的となっている。これまでに、日本の大手のマスメディアが伝えたイージスシステム搭載艦の、その大きさとは、基準排水量で2万トン級、全長が最大210メートル、全幅が最大40メートルとされており、ことに幅の広さが目につく。例えば、既存の海上自衛隊の護衛艦の場合、ちょうど航空母艦化の改修の途上にある出雲、型は基準排水量が19500トン、全長が 248.0 メートル、全幅が最大 38.0 メートルであり、これは、同体で、最大の規模を誇る艦艇である。また、通常の水上戦闘艦と比較してみれば、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型が、基準排水量が8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が最大 21.0 メートルであり、これと比すれば、さらに、イージスシステム搭載艦の大きさが際立つ。イージスシステム搭載艦の全幅の数値が、今後は、航空母艦タラントする出雲、型よりも広いのは、もともと陸上に配備する予定であった、発注済みのイージスアショアのレーダー部である、SPY-7 をそのまま転用する必要があるためとされている。イージスアショアの導入中止で、宙に浮いてしまった形となった、SPY-7 レーダーだったが、すでに、発注済みの同レーダーを完全にキャンセルしてしまう場合、多額の違約金が生じてしまうため、これを有効活用すべく取られている手法である。そのため、艦艇への搭載を想定されていない SPY-7 レーダーで、それを実現するには、40メートルほどにも及ぶ艦の全幅が必要になっているわけだが、まあ、イージスアショアに関する、金銭的な問題の解決が優先された結果には違いない。ただし、こうした点から、SPY-7 レーダーの使用ありきということ以外にも、今後の通常のイージス艦である、水上戦闘艦のレーダーは、アメリカ海軍では、SPY-6 に移行することが確実視されているため、日本もそれに準じることは規定路線とみられている。その場合、通常のイージス護衛艦とイージスシステム搭載艦のレーダーには互換性はなく、調達コストのみならず、メンテナンスコストまで勘案した場合でも、余分な出費を強いられることになるのではないかとの指摘が多い。また、イージスシステム搭載艦は、その建造計画が浮上した理由は、これまでにも述べた通り、陸上配備型のイージスアショアの導入中止を受け、その代替策として、仕方なく艦艇型とされたというのが、これまでの経緯であった。2020年の年末に、この結論にたどり着いた時点では、新造されるイージスシステム搭載艦は、日本の弾道ミサイル防衛に対処することを目的とした艦艇であり、したがって、その兵装も、SM-3 に代表される弾道ミサイルの迎撃を行うものだったはずだ。しかし、2022年9月末に、防衛予算上から、イージスシステム搭載艦の輪郭が見えてくると、そこには SM-3 に限らず、巡航ミサイルや航空機の迎撃用の SM-6 や、今、まさに、開発が進行中の12式地対艦誘導弾の能力向上型まで、並走に加えることが打ち出されていた。
12式地対艦誘導弾の能力向上型は、少なくとも 1000km 以上の最大射程距離を目指している国産のスタンドオフミサイルの代表格であり、現在の日本にかけている対地攻撃能力、つまり反撃能力を体現する存在と言えるものだ。しかし、その12式地対艦誘導弾の能力向上型の実戦配備も、早く、とも2026年になりそうなことから、ここに来て、アメリカから、トマホーク巡航ミサイルを調達する、可能性も浮上してきており、その分野の並走は、混沌としてきた、感も拭えない。さて、イージスシステム搭載艦だが、その大きさと全幅ゆえに、最大でも、速度は20ノット以下と見さされており、通常の水上戦闘艦が30ノット以上の速力で展開可能な機動力を有しているのとは全くの別物と考えるべき艦艇だろう。イメージとしては、様々な種類のミサイルを搭載することによって、敵ミサイルの迎撃を担う存在であると同時に、長距離の対地攻撃能力をも兼ね備えたミサイルキャリアであるというのが、現在想定されているイージスシステム搭載艦の姿だ。個人的に不安を覚えるのは、まさにこの点であり、今想定されているようなミサイルキャリア、つまり、海上を移動することが可能なそのような存在の艦艇を、日本が、何の参考例もなく、独自に建造して運用する有用性があるか否かである。一二式地対艦誘導弾の能力向上型を鋭意開発中とはいえ、未だ実用化に至っていない段階で、そうした兵装までも包括した、近年の世界で類を見ないような大型の水上戦闘艦を、本当に目的にかなったものとして運用できるのかには、疑問を禁じ得ない。ソシウタコンセプトを、実際に有効に機能させるだけの企画、設計力と、これまでにない範疇の新造艦艇を実効的に運用できるのかという大きな問題が今回のイージスシステム搭載艦について最も危惧してしまう点である。では、世界的に見た場合がどうかといえば、今回のイージスシステム搭載艦のような艦艇としては、アメリカ海軍が1990年代後半にアーセナルシップという名称で提唱した水上戦闘艦があり、これが最も近い位置に感じられる。ただし、アメリカ海軍が構想したアーセナルシップも、設計、企画の段階を超えることはなく終了しており、今伝えられているのは、満載排水量で2万トン、最大速力22ノット、VLS、垂直発射艦を500セルも搭載するとされた、大まかな仕様のみである。この VLS、垂直発射艦を500セルという数を聞けば、海上自衛隊のマヤ型や、そのベースとなっているアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の96セルという VLS、垂直発射艦の数と比して、いかに課題かは言うまでもない。アメリカ海軍のアーセナルシップは、今現在も、同海軍の主艦をなす、大型の原子力航空母艦を中核とした、空母打撃群の攻撃力を艦艇に求めたことに、端を発しており、レーダー等の設備も随伴する、既存艦艇に依存する前提で企画されたものだった。その上で500セルにも及ぶ VLS、垂直発射艦には、対地攻撃用の巡航ミサイルを満載することを意図しており、これに特化することで、股間の防衛用の兵装も、必要さ使用限度に抑えるものとされ、その使用が構想されていたと言える。こうしたコンセプトが、アーセナルシップに用いられた背景には、当時、急速に性能を向上させていた、友軍間での相互情報リンクの発展があり、それらの情報を、イージス艦を中心とした艦艇から受け取ることで、
次艦はそれを搭載しないことを目指していた。そのためアーセナルシップは満載排水量で2万トンに達する規模の艦艇ながら、乗組員数はわずか50名ほどで運用されることが想定されており、双艦と対地攻撃用の兵装の運用のみにそれらの人員を用いることで省力化を図るものだった。しかし結局のところ、アーセナルシップもアメリカ議会の承認を得られるほどの有用性は示せず、企画段階で中止となり、そこで描かれた対地攻撃能力の獲得は戦略型の原子力潜水艦であるオハイオ級の一部に改良を施すことで実現された。オハイオ級は、もともとは、すべて核弾頭を搭載可能な SLBM を運用する戦略型の原子力潜水艦であったが、1番艦から4番艦までの4隻が、24機の SLBM 用の発射筒中、22機をトマホーク巡航ミサイル用に換装、154発もの同ミサイルの搭載を実現している。このトマホーク巡航ミサイルの154発という搭載数はアメリカ海軍艦艇の中でも最大数にあたり、アーセナルシップで模索された空母打撃群にも匹敵するか否かは不明とはいえ、艦艇として最大の対地打撃力には相当するだろう。